2023年7月だけで中国で何が起こったかを見てみましょう。中国非常事態省によると、洪水、地滑り、干ばつ、竜巻により中国の27の省、自治区、直轄市の1600万人が被害を受けた。このうち70万3000人が避難した。さらに8月初旬以来、北京では13万3000人が洪水の影響を受けています。これは中国の洪水としては過去140年で最大規模となります。8月6日にはマグニチュード 5.5 の地震が発生し、126棟の家屋が倒壊しました。数日のうちに中国は巨額の損失をかぶり、損失は数十億ドルずつ増え続けています。中国は国内総生産で世界第2位に位置し、イノベーションとテクノロジーのリーダーです。しかし中国は地理的位置により洪水、干ばつ、地震、津波などのさまざまな自然災害に対して脆弱です。非常に正確に気候災害の増加と頻度の増加により中国はすでに経済危機の瀬戸際にあり、世界社会全体に予測不可能な結果をもたらす可能性があると主張できます。中国の経済と産業が崩壊すれば、世界の貿易と生産は深刻な困難に直面するだろう。人口の大移動、伝染病、飢餓に伴う人道的大惨事も起こり得ります。強調しておきたいのは、今日のずっと前に中国は粘土の足を持った巨像のように、間もなく気候災害によって滅ぼされるだろうとアラトラが警告していたことであります。彼らはまた、中国全土で生活に適した小さな地域は2カ所しか残らないだろうと警告しました。逆説的に見えるかもしれませんが、これらの地域は今日インフラや産業が発展すらしていません。さらにこれらの区画は非常に小さいため、産業能力は言うまでもなく、人口の少なくとも一部を収容することはほとんどできません。